どうも、なめこです。今回も前回の続き、ファーストクラスラウンジの様子をお伝えします。ユナイテッド航空のラウンジと、第4サテライトのアナスイートラウンジを紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。ただいまウプ主は、成田空港第1ターミナル、第5サテライトのアナスイートラウンジに来ています。朝食をいただきましょう。この後、豪華ファーストクラスの料理が待ってるから、軽めにしたぜ。サクッと食べ終わり、お次の目的地、ユナイテッド航空のラウンジに移動です。招き猫グッズがいっぱいだぜ。ユナイテッド航空のラウンジに到着です。その名も、ユナイテッドファースト、インターナショナルラウンジです。受付で搭乗券を見せたところ、お客様はファーストクラスなので、2階のファーストクラスラウンジを使ってくださいと言われました。その時、横のおっちゃんがウプ主の顔をガン見して、こいつがファーストって顔してたぜ。まあ、ほとんどの人がそういう反応をするでしょうね。さて、ユナイテッドのラウンジですが、いかにも日本って感じの内装です。設備的には穴よりも充実してるぜ。正面には滑走路も見えて、開放感抜群です。
フード、ドリンク類を見てみましょう。ちなみに、朝ごはんはさっき食べたので、冷やかすだけです。スペースはこじんまりとしています。スイーツがあるのが素晴らしいです。パンにおにぎり。フルーツ。枝豆とお寿司。チキンナゲット。小籠包やシューマイ。フード類もアナラウンジに負けてないぜ。むしろ、勝ってるぜ。最後に第4サテライトに向かいます。第4サテライトに到着です。先に搭乗ゲートの確認だぜ。今回は44番ゲートです。そして、アナスイートラウンジに再突撃だぜ。そして、恒例のシャワーです。やっぱり、飛行機に乗る前は身を清めないとな。シャワーは通常のアナラウンジと同様です。ほどほどの広さで綺麗だぜ。アメニティもバッチリ揃ってます。通常のラウンジとの唯一の違いはこちら。フロントで資生堂のシャンプーセットをいただけます。アムトラックのシャワーは、石鹸しかないので重宝したぜ。奥には立派なマッサージチェアーもありました。ところで、さっきから流れているこの水の音は何なんだ？はい、うぷ主がシャワー浴びているとき、録画したままでした。画面左側では、うぷ主があられもない姿、生まれたままの姿でシャワーを浴びています。さて、さっぱりしたので、搭乗時間までのんびりしましょう。
飯を頼みました。実にいいシュワシュワだぜ。早速いただくぜ。と、その前にこちら。なんなんだ、氷の入ったグラス。こいつ、やる気だ。それでは、乾杯。うまい。いや、うまくはないだろ。それでは改めて、乾杯。これが、ファーストクラスの搭乗券か。F の文字が眩しいぜ。座席は 1A。一番前の左側です。座席指定をしていて気づいたのですが、すべての便で 1A って、事前に指定できないんです。どこぞの社長や、政治家とか、VIP な人が急に予約入れても大丈夫なように、常に押さえてあるようです。搭乗24時間前から解放され、指定できるようになりました。飛行機を眺めながら、シャンパンを味わう。最高だぜ、生きててよかったぜ。今回はここまで。次回、いよいよファーストクラスに乗っちゃうぜ。ご視聴、ありがとうございました。